ポイントが変わりました。前はボール受けるときも同じスピードで受けたんですけど、緩急をつけて受けるっていうことを意識するようになりました。自分が全然考えてなくてプレーしていたっていうことがすごく分かったので、やる前とやった後ではシュートやパスの意識も全然変わりました。あまりサッカーについて戦術的にも精神的にも知らない部分とかすごいあったので感謝しています。まあ、個人のスキルということですから、チームの中でその個人のスキルが生きるというところまでいければ、サッカーが非常に皆さんに楽しくなってくるのではないかと思います。ぜひこれを参考にして楽しいサッカーにつなげてほしいというふうに思います。